逆にこっちこんだけ祈ったんやからこっち側が強化されてもういいと思うのですが、逆に弱体化されるべきであろう。七賢者も召喚したんだから、じゃないとこの七賢者たちは本当に結界解くだけの役立たずじゃねえかよ。誰こいつ、一番上のやつ知らん。愛する我が子孫よ、誰こいつ。僕たちにできるのはここまで。この素晴らしい我らの世界を、我らの未来をどうか守り通してほしい。はは僕たちは遠くできっと見ている、さらばの愛する子孫、そして新潮レティスよ。ははあ、マジでありがてえ、マジでありがてえ。それはありがとう、ありがとう七賢者、それは嬉しい。おのれ、どこまでも目障りな虫けらどもが、我が闇の結界を払いのけたことを地獄の底で後悔するがいい。この肉体の真の力を見せてやろう。わあ、もう絶対強なるやんこれ、絶対強なるやパターンやんこれ。死してなお消えぬほどの永遠のトアの恐怖をその魂に焼き付けてくれるわ。トア、パッカーン君だね、パッカーン君。アゴパッカーン系で、アゴパッカーン系でマジやっちまいますわ。なんか BGM が、ちょっと BGM ちょっと聞かしてくれ。いいね、こんなんなんで、こんなんなんで、ね、よし、とりあえずこっからがマジ本番だから、マジックバリア、こっからマジで固めていくよ、固めていきつつ、あ、チーム呼びどうする、先手でいくか、先手でいこう。チーム呼び先出しでちょっと相手のモーション見ようだな。うん、とりあえずね、とりあえずで、1個はちょ置いとくから、流星全体に100ぐらい。うわー、眠らしてくる。眠らしてくるんや。起きろよお前、ラスボスだぞ。2回行動、あ、うわ、待って、フバーハか、これ、マジックバリアよりフバーハかな。よくやった。てか、でかくね、こいつ。クソでかいな。うわ、守備力下げた。ナイスだ。あとはさ、ルカニが効くってこと？マインドブレイク。まあマインドはちょっとさすがにね、ラスボスだからね。483、いいね、1000ぐらいは削ってくれたね。これは全体だから全体100ぐらいの流星とそのメテオで、あと激しい炎があるね。ってことはフバーハだな。フバーハ特技で何をしたらいい。イテハがなかったよね。イテハがない。サミダレ好き、作るとはちょっと意味ない気がするな。ちょっと怖いからここベホマラ先打ちで行こう。先打ちベホマラ
まあけどいてはしてくると思うんだよな。かまいたち、ゼシカ先動けるんだね。これで、偏んの？そんなに。さっきとパターンが違うじゃん。そんなに偏ってなかったじゃん。ゼシカめっちゃ食らったよ、もう。原型とどめてないぞ、今の一撃は。ザオリクするでしょ、ザオリクする。ルカにないかな、ルカに。まあ、ここはまあ、エテは攻める。ザオリク。ザオリク。一回貯めるか、いや、90ぐらい入ったよね。冥王の釜、どう？足しびれてきた。足が。フバハ入ってるよね。フバハ入ってる。よーへーへー、なめんなよマジで。ドラクエ歴何年やと思っとんだ。ドラクエ8これ何年やっとると思っとんだ。なめんなよマジ。100ちょい。かまいたちよりはいいな。でベホバラ打ちたい。フバハオッケー。あれ、なんだあれは、ピオリムするか。フバハ入ってる。ルカにマジックバリアいらない。ルカにバイキルとか、メラゾーナ打つか。ルカ流るけど。まあ、確定じゃないと思うから、ここはメラゾーナで、もう稼ぎたい。とりあえずダメージ稼ぎたい。サミダレ、呪文、ベホマラ、呪文。一回通常攻撃試す。ほ、ちょ、激しい炎マジもっとちょうだい。激しい炎、激しい炎もっとちょうだい。ありがとう。あー、守備力戻った。いてつく波動やっぱやってくるよな。まあ、そうなるとやっぱり貯めるが、ちょっと貯めるはしない方向で。で、フバーハは必須。フバーハ必須。バイキルトもまあいらないかな。消されるんだったらね、それだったら、ゼシカで、通常攻撃でいいかもな。で、ここは消えたから、フバーハまず撃つでしょ。フバーハ撃つ。で、回復バッチシだから、サミダレ。ここは、もう毎ターン、もうククルずっとベホマラーだな。ただ1ため1ためってさ、意味あるかな。いや、1ためはちょっと意味ないと思うな。せめてね、50とかだよね。偏る偏る、それ。いや、もうフバーハマジでよかった。フバーハってよかった。いいよいいよいいよ、結構いいいい感じじゃないか。結構なんやかんや言うて、ここはフバーハ入ったでしょ。ピオリムは必要ない。ここ、それだったらマジでメラゾーマ打つ。ルカにどうする。まあ、あれはまぐれと思った方がいいのかな。ルカにが鍵なのかもしれない、もしかしたら。まあけどね、90ぐらい入ってるから、同じ、そんなにね、感覚ダメージのね差が感じられないから、ここはまあ押そう。押す。ヘンベホマラで攻撃。もう常に満タン。
もう満タン、もう全員満タンでもベホマラ。激しい炎はオッケーで、これがちょっと偏って、うわ、危ない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 、メラゾーマ、ベホーマ、そうなるとククール攻撃に回りたいなっていうのが本音なんだけど、あれスクルトでちょっと火ダメ下げれたりしないかな。いやー、ククールはダメージソースとしてちょっと、いやー、お前はマジでベホマラ、ベホマラ一択。ヤンガスは攻めて、ヤンガスお前はもう止まるな、攻めろ。もうヤンガスだけ AI ガンガン行こうぜにしようかな。それのが効率のいいやり方をやってくれるかもしれないし。吹雪問題なし。いい、ヤンガスならいい。さあ、ここですね。そろそろフーバーハかけ直すか。かけ直す、一旦かけ直す。で、キアリクで起こして、で、ここベホマラ。ちょっとビビりすぎかな。いや、ビビるぐらいがちょうどいいわな。どうやらね、先手は打てるようだね。偏って左右に飛ぶね。激しい炎、オッケー。ここは攻める。フバハオッケーでしょ。呪文ベホマをゼシカで、ベホマラ攻撃。170、いいね。やっぱ メラゾーマめっちゃダメージ出るわ。ヤンガスの2回分だからね。ヤンガス2個分のダメージだから。てかもうこの結界取れてから笑うことがなくなったね、さすがに。さあ、さすがにもう余裕見せてくんないわ。ナイス。それそれ、とりあえずヤンガス、ザオリク、攻撃。 MP 大丈夫か。ああ、ちょっと誰に。オッケー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 。生きてるよな、生きてるな。ちょっと素早さのパターンが変わったんだけど、フバハ、フバハだね。ここはフバハ、フバハ、ベホマ、ヤンガス、ベホマーラー99か、 MP99、 ベホマーラー攻撃。先に動けよマジで。よし、これで死ぬことはなくなったね。オッケー、完璧。ヤンガスね、ヤンガスに賭けにいいならいい。ゼシカフバフ打ったよな、フバフ打ったな。よし、攻めれる。よし、このターン攻める。よし、200、200のいける。
呪文メラゾーマ。ゾーマ。ベホマはいいな。特技、サミダレ好き。呪文ベホマラーの攻撃で、お願いします。うわー、ちょっと待って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 、もうそのパターンが一番恐れてたパターン。待ってくれちょっと待ってくれ。ザオラルでククール生き返ったとして、ザオラルベホまで延命するか。葉っぱがねえわ、葉っぱがねえんだわ。ヤンガスはもう何もできないもんな、ね、ヤンガス攻撃するしかないもんな。だからエテがザオラルで、ザオラルで復活した次のターン絶対やらねえ、積んだんじゃねえかこれもう。ダメだ、積んだこれ。頼むわー、マジで何とかしてくれー、とかしてよ。もう2回攻撃してくるのは間違いないから、もうこれで終わったもんね。今の一撃でもう全滅してたじゃん。流星ってか流星けど打ってこなかったよね。モンスターの時だけ打ってくるシステム？うわー、落ちる落ちる、もうやばいやばいやばい。殺してくれー！無理かー！そら無理だわな。もうこれで帰ってくるでしょ、お帰りでしょ、もうこれで。あ、まだ一旦ある。あー、ダメだ。マジで？マジ？一発くるやー、一発くるやー。ちっちゃいラプソンより、ちっぱい、ちっぱいラプソンはさ、何回か全滅したんだけど、あれ？いやけどマジでさ、ギリギリ、ギリ、もうだって積んでたもん、もう確実に。もう罪だったもん、これ。どうしようもなかったよ、あの状況。モンスター呼ぶ以外。あとはもう、一撃ずつにかけるか。それも相手の素早さの乱数がラプソン先だったら、もうそれで終わってたし。やった、嬉しい、マジで嬉しい。お、びっくりした。フリーズとかすんなよ、マジ、ここまで来て。ちょ、フリーズやめて。これ、録画できてる？録画できてるよね？できてるよね？できてる？ね。大丈夫ね。四角い幕ですし。よしよしよし。
やったでガス、やったでガス。これでやっとポルクとマルクに報告、あ、間違えたこれでやっとポルクとマルクに報告できるわ。あとサーベルト兄さんにもちゃんと報告しなきゃ。私、自分の信じた道を進んでここまで来たのって。やれやれ、我ながらとんでもないところまで付き合わされたもんだな。これできっと馬姫様やおっさんも元の姿に戻れるでガスね。喜ぶ顔が目に浮かぶでゲスよ。そういや、おっさんはこんな時いつも急にどこからともなく現れるでガスが、さすがのおっさんもここまでは来られないようでガス。ははは。あなたたちの仲間は私の力で故郷の地へと送り届けてあります。ヤンガス、ゼシカ、ククール、そしてエテ。あなたたちの強さと何が起きても諦めない心、しっかりとこの瞳に刻みつけました。かつての七人の賢者の時もそうでした。あなたたち人間にはいつも驚かされます。さあ帰りましょう。あなたたちの仲間が首を長くして帰りを待っています。終わった、嬉しい。エンディングは、エンディングロールはエンディングロール。だけどまだなんか暗い。いや今からなんかどんなんだ、最後どんなんだっけな。なんかね、エテの記憶ではね、なんか結婚式みたいななんかイメージが残ってるんだけど。さあお行きなさい、大切な仲間のもとへ。お前たちよくぞ戻った。お前たちの勇姿はわしも見ておったぞ。さすがは我が家訓、家来、いや全くもって立派じゃった。あしはおっさんの家来になった覚えはないでがすがね。あ、私もよ。俺もだな。ま、そんなことは良いではないか。とにかくみんな偉かったぞ。レティス。お、慎重よ。もう行ってしまうのか。この世界はもう心配ありません。私はまた新しい世界へと旅立ちます。そなたにも世話になったのと。そうじゃ、大切な話が残っておったわ。わしとミーティアは一体いつになったら元の姿に戻れるんじゃろうか。てんてんてん。暗黒神の呪力はもうほとんど消えかかっています。まもなく自然と元の姿に戻るでしょう。おお、そうか。それを聞いて安心したぞ。では、どこに行くのか知らんが、とにかく気をつけていかれよと、神と呼ばれる、そなたの世話を焼くのもおかしなもんじゃがな。わあ、もう身長が好きになってきた。モンスターズで作ろう。絶対作ろう。神ではありません。レティスという名前もあなたたち人間がそう名付けただけのものです。私が生まれた世界では違う名で呼ばれていました。そう、あの世界では確かラーミアと。ほう。どういうことなんだろうね。これちょっといまいちよくわかんないんだけど、ラーミアはだってラーミアとしてさ、姿形が違うんだけど、結局なんだろう、その人間が想像したっていうことでいいのかな、作り出したみたいな、そういうことで、まあ形は違うけれど同じだよっていうこと、そういうことなの。まあね、まだいまいちね、これがよくわかんないんだよね。なんかレティスバーバラ説とかもあるしね、なんかよくわかんないよね。あ、魂も行っちゃった、子供だもんね、それはついていくよな。
てしもうたか。おっさんが光ってるでガス。バカ者めが、わしならあいつだってギンギラギンに光っておるわい。そうじゃねえ、自分の体をよく見ろって。むむこれはこんなブスだったっけ。ほぼ変わんないじゃん、もう一緒じゃん。サイズの問題じゃん、サイズの。なんで魔物の時の姿と大して変わらずじゃねえねえじゃねえか。いや本当だよ、わしの本当の姿のかっこよさにビビりよったらそうじゃ、アホに構ってる場合ではなかった。姫はわしの可愛いミーティア。みんな、ミーティア、ミーティアや。よかった、よかった。ついに呪いが解けたんじゃ。これでも何もかも元通りじゃ。あんまりこのさ、女の人の女性キャラクターでさ、こうなんか髪の毛をさ上にバッてやってさ、なんかそれしてなんか綺麗め系でなんかそんな感じのキャラクターあんま好きじゃない。やっぱね、前髪を下ろしといてほしい。わかる？これ。っての言ってる意味。ゼシカもそうだよ、これ。ゼシカも。自然な前髪であってほしい。あれ見て。ちょっと待って。世界樹の雫も使ってねえし、マジ完封じゃん。完封。よかったー、よかった、マジよかった。姿が、城が元の姿に。みんな元戻った。たった今よりトロ伝承は復活じゃ。皆の者、宴じゃ、宴の人物じゃ。優しかったね、ドルマゲス。ちゃんとこう復活できるルートもちゃんとこうやって用意して。普通だったらこれ呪われたもう石たちはもうね、あの絶対的なそのダメージとか腐敗とかさ、もう傷とかでもうこんな長きにわたり石になってしまい、もう残念ながら復活できませんでした、じゃんじゃんっていう感じなの。ちゃんと復活生存ルートちゃんと用意しといてくれたところ、そういうとこ好き。絶対食べ物とかもその当時のままのやつだから。うるさい、もうそういう細かいこと言わなくていい。もうそういういちいち小さくて細かいこと言わなくていい。もう宴なんだしまあこれ同僚だもんね、これ主人公とこの兵士は同僚だから。いや本当にギリだったね、マジで。最後誰が決めた、ハルク？いや違うな、キラーマシンだな。最後キラーマシンだわ後ろのゼシカ後ろのゼシカメラゾーマ撃とうとしてるの。トロ伝承、数ヶ月後。
ありき。久しぶりでガス。最後の戦い以来でガスな。そうそう、聞いたでガスよ。なんでも、この絵隊長になったとか、今の兄貴は光って見えますよ。そんな兄貴の初仕事、あっしが手伝えるなんて、弟分として光栄でガス。今回の兄貴の仕事は、馬姫様を、あ、いけねえ、もう馬じゃねえんだ。ミーティア姫様を結婚式が行われるサベッラ大聖堂まで、護衛していくんでガスよね。けど意外でガスよ。あんなことがあったのにまだチャゴス王子との婚約が生きてたとは。そうそう、ここに来る途中大臣に言い捨てを頼まれたでガスよ。出発の用意は整ったから部屋にいるミーティア姫を兄貴が連れてきてくれって。それじゃあっしは、城の中庭で待ってるガス。やっぱそうだよね。これでとりあえず結婚っていうか、結婚チャゴスの説はチャゴスじゃないでしょ普通に。バッドインマルチエンディングシステム、これドラゴンクエスト8ってマルチエンディングなのこれ。はあ、姫？うわー、酔えて、あれ以来だな。連絡もらったから早速参上したぜ。姫様の護衛をするんだってな。ヤンガスとはさっきここですれ違ったけど相変わらずだったな。お前の仕事の付き添いってのは面倒くさいけど、こんな時でもなきゃみんなの顔が見れないものな。ところでお前この結婚に納得してんのか？もし嫌だったらやめちまえりゃいいのに。聖堂騎士団を抜けて自由になった俺みたいにさ。ねえククール、この人でしょ、エーテさんって。紹介して紹介して。あとでな。エーテはほらまだまだ仕事があるんだ。じゃあエーテ、俺は中庭で暇を潰してる。用が済んだら来てくれ。だからこれあれじゃないの、てってるーっていう、そういうことでしょ。とりあえず、え、馬姫様のとこに。どこここ、ここどこここ。まあちょ分からんのだが、中庭に行きゃいいんか。トロ電城って分かりにくいよね。姫ー、そんなのやだ。うわ、もう完全に迷子、完全に迷子った。いや、片っ端から潰していこう。ここどこここ。姫いないもんな。中庭行ったらいいんか。良さそう、なんか。おい、てか、俺氏の友人に言い捨てを頼んだが、ちゃんとさ、はい。ならば早く姫を連れてきてくれ。どうしてもエテに呼びに来てほしいと言って聞かんのだ。だから頼む。やっぱそうじゃん、やっぱり。姫を探さなきゃ、姫を。開けー、もうここ。ここ開け、ここ。姫さんの部屋どこ？
足がしびれる限界だもん。どっから来た？こっち違うよな。姫、姫、姫。もう絶対違うでしょ、ここ。左とこの階段じゃない。こっちか。いや、こっち臭いぞ。あ、出た。あ、エディ久しぶり。元気だった？うむ。聞くまでもなく元気そうね。エディったらちっともリーザス村へ遊びに来てくれないんだもん。あの後ね、どこかで一人で暮らそうと思ったんだけど、お母さんが心配で結局リーザス村へ戻ったの。兄さんの墓のこともあるし、それにあそこにいればみんなと連絡が取りやすいと思ってね。ミーティア姫を連れに来たの。そう、もう出発なのね。それじゃ、私は先に中庭に行ってるからね。怪しい。いや、実に怪しい。何かを隠しているな。違う、ここ杖の間だ。ここは杖の間だ。ちげ。こっち？ここ？あ、合ってた。ここでこうしてピアノを弾くのも最後になるわね。サザンビーグにもピアノがあるのかしら。エテ、来てくれたのね。もう出発の時間かしら。はい。あなたに来て、くれるように大臣に頼んだのは、出発前にあなたと城を歩きたかったからなの。少し早いけど、エテにもきちんとお別れを言わなくてはね。今まで尽くしてくれてありがとう。トロデンで過ごした日々はミーティアにとって一生の宝です。サザンビークへ、嫁ぐことでミーティアも王族としての義務を果たします。だからあなたもこの先もどうかお父様に仕え、トローデーンのために今まで通り尽くしてください。では行きましょうか。あまり皆を待たせては悪いものね。待って、エテ、うち行きたないねん。唐突の関西弁ね、悲しそうな顔。だってあのチャゴスだもんね、旦那が。それ嫌だろうね。あの茶語数だもんだって。あのゴミ王子、親の七光王子、クソザコナメクジ王子、デブ。行ってしもうた。
どういう感じなんの？略奪？略奪系？略奪系だっけこれ。ここがサベラ大聖堂か。王族の結婚式を行うのにふさわしい場所ではないか。ご苦労であったなえて、お主の任務はここで終わりだ。あとはこの辺りで宿でも取って、明日トロデーンに戻るがよかろう。ではこのミーティアの式に参列するのではなかったのですか。残念ながら姫様はこの者たちの席までは。出たよ。なんか ちょっとでかくなった。でかくなったな。ね。これはこれは、初めましてサザンピークと王子、チャオスでございます。おう、あなたがミーティア姫ですね。なんとも美しい。この一瞬で僕の中にある数々の美女との思い出が全て色褪せてしまった。あなたのような方を我が妻に迎えられて、このチャオス世界一の幸せ者です。久しぶりでガスな、王子。そんな気ざったらしいセリフが言えるなんて驚きでガスよ。いやいや、お前たちは王者の儀式の時の旅人ではないか。大方噂を聞きつけ、見物にでも来たのだろう。残念だったな。お前たちが来れるのはここまでだ。可愛い姫が僕の妻になるこの神聖な儀式に、お前たち平民風情を招待するわけにはいかないからな。せめてお前たちが金持ちか貴族だったら招待してやったんだから。へへっ。ファック、まったくあの野郎、何が平民風情だ。式に招待できないんだ。ムカつくぜ。王者の儀式からだいぶ経ったが、あの様子じゃ相変わらず性の役すったままだな。でも明日になれば姫様はあいつと結婚か。なえて本当にいいのか。俺は姫の幸せを守るのも、この絵隊長の仕事だと思うんだがな。そうだよな。くくる、そうだよな。それもこの絵隊長としての任務の一つだよな。寝るときぐらい槍下ろしたらいいのにね。おはようございます、兄貴。もうじきミティア姫様の結婚式が始まるでがすよ。せっかくここまで来たんだし、式に出られなくてもせめて近くまで行ってみましょうや。じゃあ明日は一足先に式場の大聖堂の前へ行ってるでがすよ。おう、大聖堂前ね。よあらくれ。うん、集まってるのさ。あ、ここも懐かしいな。ほい、やっと来たかえて。もう結婚式始まってるようだぜ。あんだけ人が多けりゃよ、どさくさに紛れて何かやらかしても大丈夫なんじゃねえかな。何かとは、何かとは。行ってくる。行け、行けろ、行け。ヤンガスどこ。あ、いた。すごい人手だね。これじゃあちっとも見えやしないよ。どうしたんだ、結婚式はもう始まってるとか。花よりミーティア様ってものすごく美人なんだって。私もあやかりたいな。わしゃしの神父よりも新しい王様みたいです。しかしここじゃ何も見えん。おめでとうおめでとうミーティア様、ちょっと待って。うわ、そんな押さないで。終わり、来てくれると信じたってガス。さあ、こっちこっち。はあ、
ここまで来たらあとはあの邪魔くさい見張りをどうするかですがすが。ぶっ飛ばっせ、ぶっ放してやるよ。近づいてるなら両王家の結婚式がするまでおとなしくなってくれ。それともまさかお主この結婚式で招待されたとでも言うのか。はいはい、腕すくる。はい。なんだと。ナイスだヤンガス、よくやった。あ、まだ来てないんだ。なぜ姫は来ない。ミーティア姫はまだか。そこまでだ。兵士一人一人に帰るべき待っている家族がいるのに、助けられる命を、そして善意のない海賊を追いかけまし、これじゃまるで今死んでいく兵士たちはバカじゃないか。何のつもりだ貴様、僕の結婚式を台無しにするつもり。エイクソ、このケンペ今すぐそいつをつまみ出せ。皆々様方、失礼いたします。クラビウス王へ急ぎの報告があり参上いたしました。なんとそれはまことか。今度は何だというのです。父上、僕にも聞かせてください。花嫁が逃げ出した。一体どうして。そうか、そうだったのか。分かったぞ。お前だな、お前の仕業なんだな。結婚式を邪魔するために姫を逃がしたのはそいつだ。今すぐ引っ捕らえろ。近づくな。ギガンテスを召喚するぞ。それ以上近づくと。どこ行ったの、ミティア姫。て無事だったのね。兄貴、姫様はどうしたでゲスか。結婚式はどうなったでガス。大変だ、急いで来てくれ。で下でトロデ王とミーティア姫様が兵士どもに囲まれてるぞ。どうしたって言うんでゲスかい。とにかく兄貴、急がねえとヤバそうでガスよ。お前たちそこ動くな。王族の結婚式で無礼を働いてただで帰れると思うねよ。ここは俺たちに任せろ。エテア姫様とトロネオを頼む。あ、逆だった。あ、逆だった。あ、なんか見れたわ。メラめっちゃ打ってるやん。めっちゃ魔法打つやん。他パターン見れる。他パターンも見れた、なんか。なんかこれ、結構レアなやつじゃないこれ。あんまり、くくるパターンも。くくるパターンだけないわ、なんか。もう一回行くと実はくくる、ゼシカパターン。ゼシカパターン多い。こっちから行くとヤンガスパターン。こっちから行くとヤンガスパターン。真ん中から行くとゼシカ、こっちから行くとゼシカパターン。もう一個。うん。くくるパターンないわ。うん。くくるパターンだと血が出るわ、血が。あいつシンプルに切るでしょ、だってあいつ。結構ガチめに戦ってるやん、もう。やるじゃねえか。おえていいところに来おったわい。お前なら来てくれると信じていたぞ。今すぐミーティアを連れて、ここから逃げてくれ。やはり、チャゴス王子なんぞに、可愛いミーティアをやれんわいってやんでい。もはや国のメンツなぞ、どうでもいい。だからお前はミーティアを連れて逃げてくれ。よく言った。姫、
王家の交わした古い約束に従っておとなしく結婚するのが運命なのだと諦めてました。それが王家に生まれたものの定めなのだとミーティアはそう思っていました。でも嫌なものは嫌です。あんな王子と結婚するくらいならお馬さんのままの方が良かったくらいめちゃ言うやん、めちゃくちゃひどいこと言うやん。騙せませんわ。さえてこの手を取って一緒に逃げてミーティアをここから連れ出して、はい、ミーティア行こう。やるやん、やるやん、おっさん。やっぱこのウェディングドレス着るとやっぱまた印象変わってちょっと可愛く見えるね、不思議と。うわぁ、もうチャゴスパッチ履いてる風にしか見えないのだが、おめおめと取り逃がしたのか、この役立たずのバカ。たった数人を相手に、なんだこのざま。聖堂騎士団はデクノボーの集まりか。ならば今すぐ追いかけて自分の手で花嫁を取り返してこい。それはちょっと、僕ちょっとそれは。お前はいつもそうだな、王子という身分に甘え、金や権力で全てを解決しようとする。でも王者の儀式ではあんなに大きなアルゴンハートを自分の力で。言い訳無用、わしは知っておるのだぞ。まあ見てたからね、うん、思いっきり見てたもんね、あの時ね。これで、城に戻って、エテとミーティアの結婚式がある的な、そういうことでしょう、絶対。いつの間にかエテの背中に背負ってる槍が剣に変わってるというね。お父様、いつの間に。どれ、ああここまでか、チミたちはここまでか。止めた。野暮なことはよせ。そんな感じか。いやー長かったな、今回もなかなかの長きにわたる縛り実況でございました。どうやらエテはプレイステーション2のゲームを実況するとね、クリア、そのタイトルをクリアするのにね約2年かかるということがね、1本につき約2年かかるということがね、今回実証できたかと思います。はい。モンスターハンタードスに続くね、プレステ2の実況だったからね。あ、
まあね、とりあえず、まあいろいろね、ツイッターとかでもね、龍神王はどうなんです?龍神王ね、お願いしますみたいな感じのね、コメントが、ツイッターとかでもね、動画のコメントでもちらほらあったんだけど。無理無理だわ、もう正直やっぱね、一回ここで、このエンディングをこう、見れるって、もうここでもうね、結構、その気持ちがさ、もう、ここで終わらしたいっていう、そういうさ、気持ちになっちゃうんだよね。もういろいろ振り返りたいしね、まだ。振り返りたいし。それこそ、龍神王ってのは本当に裏ボスで、めちゃくちゃ強いわけよ。昔は、普通にやってた時は、普通に倒したんだけど。まあ、モンハンドスとね、同じように、クリア後、とりあえずクリアまでということで、もうここはきっぱりね、きっぱりしよう、そういうとこは。どうしてもね、龍神王戦が見たいっていう方はね、ぜひとも、自分の手でね、見てください。ゲーム実況者っぽいこと言ってね、うまくまとめようとしてるけどね。ただやりたくないだけだ。ただただしたくないだけだから。もうやり尽くして燃え尽きたよ。だって燃え尽きた後にさ、もうできないでしょ普通。燃え尽きたわこれは。だいぶ頑張ったよ。うわ、ドルマゲスね。また一本。もう当分縛り実況はやめようかな。普通の実況しよう。当分は。で次何をね、やっぱね、一個こう完結させると、次何をしようかなっていうのがね、すごいね、楽しみ。それが楽しみでもあるよね。正直さ、ドラクエの11もやりたいし、もうそれだったら FF だってやりたいし、いろいろとね、やりたいゲームはね、ほんと山のようにあるんだけどね。今余韻に浸らして、ちょっと そうだ、あとね、まあそのサムネイルのね、サムネイルのね、絵描いてくれた人がね、結構ね、ほんと今まで何パート100何パートねあって、そのうちのまあ、半分ぐらいは自分で描いてるやつなんだけど。まあ、描いてくれたイラストもね、いっぱいあるんで、それも、保存してるんでね、それもまとめて、ちょっと、まあ、お疲れさ、ドラゴンクエスト8縛り実況お疲れ様でしたかよね、近日開こうと思います。で、その時にね、イラスト一個一個紹介できれば、なぁと思う感じです。絵手が描いたやつもね、もちろん。エテガハクが描いた絵もね、もちろんね。思えば長い旅路であったな。いろいろあったが、まあこれでよかったのじゃろう。大切なのは古い約束よりも今こうして生きていることじゃ。ミーティアの相手はミーティア自身で見つけるのがよい。わしはいつまでも待っているぞ。しかし結婚式を逃げ出すような姫を今後もらってくれるような。早い。お父様、そんなことよりほら。姫
星がついた。マジで終わった、よかった。本当に拾わない買わないはマジでだいぶ鬼畜だったわ。ほんとほんと鬼畜だった。まあ、最終的なねクリアデータとかもね、そのクリアした時の装備品とか所持アイテムとかもね、またお疲れ様でした会の時にね、ちょっとまた見直したいと思います。あ、もうこれここから操作できないわ。うん、アーモアプロジェクト2004ブレアドスタデュー2004高一杉山2004レベル5 2004スクエアユニークレベル4レベル5もこれ噛んでるってことなのかな。レベル5ってあれでしょ、稲妻イレブンとかの会社じゃなかったっけ。え、違うっけ。多分そうだよね、レベル5ね。うん、まあまあいいや。はい、とりあえずまたお疲れ様でした回、まあ動画にするかね、その YouTube ライブで、やるかは、また Twitter か何かで、つぶやこうと思いますので、はい、それをちょっと見て見て、ね、ドラゴンクエスト8お疲れ様でした、ハッシュタグドラクエ8縛り実況お疲れ様でしたでね、検索してください。はい、てなわけで、ドラゴンクエスト8縛り実況、拾わず買わずの誓い、これにて完結します。お疲れ様でした。